はい、つうわけで続いてやっていきたいと思います。2003年の庭園は結構だった。年の14、いい車じゃん。では向かいたいと思いますね、目的地に。 DMZ に置くべきなんだ。借りるぜ。当時が席を失ったせいで11人が死亡した。マッカーが電力網のモンスターを攻撃したんだ。レイモンド君には死ぬのか。あるんじゃない。シカゴの CPOS は脆弱だ。死因が危険にさらされている。制御を取り戻せ。奴を止めるには早く見つけ出さないと。邪魔だ。何か方法があるはずだ。それにダミアンはエゴの塊で勝利を欲してる。そんなのくれてやる。二人目のハッカーを見つけ、日記を解放させる。信用していいのか。大丈夫。気にするな。あ、今はそれしか選択肢がない。市民学習。ああ、評判が減った。ああ、見違えた。間違えた。自分の部屋でしょ、多分これ。巻き添え。うちに帰ってきました。クソ、マロット。全部あれのせいだ。よし、ダミアン。お前が見逃したものがあるはずだ。そこだ。チキシャ。何なの？ちょっと、私よ。ヨーナでしょ？すまん。何なの？頭がいっぱいだった。そう。ちょっと来てこれを見てくれ。なんかちょっと早駆け足にやりすぎて、ちょっといろいろストーリーをすっぽかしてる気がする。この人は？わからない。ファイルも破損してる。どうしたらビデオを再生できる？これは直せない。オリジナルが必要よ。例の CTOS のアクセス権で検索してる。そのことで話があるの。これは奴も知らないはずだ。知ってたら自慢したはずだ。誰なら自慢したって？彼女は手がかりかも。知れないんだ。奴の一歩先を行くんだ。何かトラブル？IP アドレス？なあ、これを渡された。こいつをたどれるか。一体どういうことなの？本当だよ。答えて。そうじゃなきゃ何も。やつがさらったんだ、クララ。やつが妹を誘拐して人質に取った。なんてこと。あの男が？あ、ダミアン・ブレンクスだ。あ、私はもう手伝えないわ。もう行かないと。後で話しましょう、終わったら。こっち。襲撃されてんの？どうしたの？耳を塞げ。車はどこだ？こっちよ。ち、外したか。あそこよ、バルコニー。待ってね。こっちだな。上にいたよな。くっそ。We can use
手はない一人。変圧器をショートさせる。どこにいた？何なのよ。本当だよな。これは怒るな。停電しちゃった。嘘でしょ。クララどこや。前から来るわ。ちょっと待て。いやもうあれですわ。あ、死んだ。車はどこだ。こっちよ。あそこよ。バルコニグレード強え。これはよ。はい。弾は切れた。どっち？IP を検索したせいだ。一体何に変化した？とにかく伏せろ。逃げ道を確保する。から撃たれてる。なに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 。クララ、こっちだ。変圧器をショートさせる。程度強すぎ問題だな、これちょっと。
クララ、大丈夫？大丈夫なわけないわ。まったく、あんた何者？答えようがないな。話のできる場所があるわ。ここよ。よし、では話のできる場所に行きますか。お、ブーって今電話かかってきた。誰からか。はい。オールモーテルの火事がニュースになってる。お前普通にチェックアウトできないのか。同じやり方は嫌いでね。世間話か。久々すぎてうまく話せない。楽しめよ、これで最後だろうしな。こっちはネットワークを失って道具がいる。知らねえな。俺と組むのは嫌なんだろう。自力で何とかしろ。だが急げ、目的に専念しないとな。さあ、兄さんが話したがってるぞ。エイデン、ジャクソンは、あの子は無事なの？無事だ。どこにいるんだ？わからない。けど寒い。ずっと目隠しされてたの。怖いわ、エイデン。大丈夫だ、すぐに助ける。大丈夫。ダミアのことは知ってる。奴はまともだ。傷つけたりしない。だが警戒はしておけ。まともだ。知ってるってどういうこと？さらわれたのよ。俺を誘い出そうとしてる。え？時間切れだ。一体何を言ったんだ？かわいそうに涙目だ。あ、聞かないんだ。いい。もう一度変われ。ダミア。話の続きがしたいなら、その IP アドレスをたどって役に立つものを持ってこい。じゃあ。日記は無事だ。今のところは寒い場所にいるらしい。外だろうか。話し続けさせれば居場所が分かるかもしれない。うんうん、頑張りましょう。本当に運転うまくなんねえな。はい、では続きやっていくぜ。片足は顔を気に全て失っ込んでますね。ハードディスク、ネットワークアクセス、あそこは基地だったんだね。まずはオンラインに戻らなければ。クララはどこだ？注意しろ、エイデン。彼女を巻き込むな。うん。これ。ありがとう。ありがとう。あいつらは何者なの？わからない。 CTOS 検索で気づかれたに違いない。それを聞きたかったの。システムハックが他でも使われてるらしいの。私があんたに渡したから。ちょっと待て。誰にも渡していない。絶対に信頼していいのかしら。いいか、説得する時間はないんだ、クララ。信頼できないと言うならそれまでだ。モーテルの部屋で何者かに襲われ、妹は行方不明、手がかりは何もない。今の優先事項は他にある。分かってるわ。もちろん。この人いい人だな。めっちゃいい人だな。あ、光の感じがすごい。ちょっと場所知ってる？この近くに CTOS の最初の実験場があるらしいの。バンカーと呼ばれているわ。いわゆる都市伝説によると。バンカー？都市全体にアクセスできるのか？検知されずにね。何ヶ月も調べていたの。都市計画の書類とか彼らが見られたくないもの。
どのマップも空白がある。ちょうどあの辺。それから、モーテルの保証金は返ってこないわね。うん。めっちゃパンクだけど惚れそう。グララちゃんに惚れそうだよ。あのバンカーとやらに入ってやる。検知されないネットワークがこの現状を打破できるぞ。ん？とりあえずハッキングしましたか。何者だ。そんなことができるなら利用できるかもしれない。なんこのジジイ。トビアス・フルーは。へえ。いた。最近あの島に渡ったやつがいる。名前はトビアス・フルーは。CTOS 開発者の一人よ。クビになるまではね。行かれたやつ。ついてく。じゃなかったら薬をやってる。両方かも。すぐ近くに住んでる。ホームレスキャンプがある。ホームレスキャンプ。ホームレスなのか。こっそりと店を出してる。デッドセックもレアなハードウェアを買いに行くほどよ。あいつは忘れて、被害妄想がひどくて話さないの。俺が説得する。話すのは任せるわ。本当にここにあるのか、はい、おい。本当よ。迷信を信じやすいんだな。昔パパがよくトランブランに連れてってくれた。お宝を探してるんだっていつも言って。その頃は山小屋から盗んでるなんて知らなかったけど。金の腕時計とか。お父さんアウトローじゃないですか。特別なものを見つけた時のあの表情。ある時、威厳ある皇帝が描かれた古いコインを見つけた。古いローマのコインって言ってた。とても貴重だって。でも私にくれたの。魔法世界へのローマ帝国への扉だって。へえ。やっぱり親子ね。私もうさんくさいものがありますね。そのバンカーもあるといいな。そうね。あった。あそこがトビアスの店よ。ほとんどは違法なジャンク品。運が良ければたまにレアな設計図があるわ。へえ。いないみたい。どうするの。あいつと連絡を取れるやつがいるはずだ。少し見てくる。ほんほん。高そうだな。何か用か。ポーカーの途中なんだ。店に誰か来たぞ。閉店だ。待て、どんなやつだ。さあ、パンクな格好の女と。じゃあ閉店だ。ポーカーか。俺も入れてもらおうかな。なんかあるここに。あ、終わっちゃった。ポーカーか。さて、どこに隠れている。よし、いいぞ。ポーカーマッチ1特定。待てよ、なんだ。この通信を調べている奴がいる。フィクサーだ。おい、こんなの信じるんじゃない。ついにフルーマを見つけたんだ。捕まえに行くぞ。お、やばいじゃん。言ったぞ。すぐに連中に狙われる。止めなければ。こんなところにおえつらい向きに車が置いてある。行きまーす。確かにちょっとおかしなやつだ。だが見つけた。一人で行きたいんでしょ。いいわよ、島で会いましょう。ほほテイクダウンしましょうか。早いな。I need backup. ああ、ミスった。Drive into it. ああ、もう危ない。なんか増えたし、困ったの。高速出られるとちょっとなんもないんだよ。邪魔だな。やばいか。あ、そうだ。大混乱なんだが。あら、逃げられる。逃げられてしまう。
into him. Do it. Ran him off the road. Look out. Find him. Damn it, I lost him. くっそ、電池切れだぜ。なかなかテイクダウンできない。よーし、痛い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 、死ぬ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 。ふぅ、これで逃げらんかな、この車で。やったー。よし、トビアス・フルーワーとポーカーの時間だ。あいつはクララの姉妹の鍵だ。うん、近い。車を借りていきましょう。また閑静な住宅街の中にあるんですね、闇ポーカー。闇なのか知らないけど、普通の家だね。まさかこんなところで違法ポーカーか。ここはもうしょうもないな。この中の誰かがトビアスだ。ポーカーするしかないな。じゃあポーカーしに来ました。さあやろう、うん、さあやろう、さあやろう。よいしょ。何これ、わかんない。全然ダメじゃないか。まあ次の役をやるしかないんじゃないか、これは。あ、逆の例か。はいはい。まあ全然ね、なんで2枚しかないんだこれ。誰だお前、見たことないな。あ、知らないぞ。落ち着け、トビアスか。関係ないだろう。イエスってことか。いや、お前には関係ないってことだ。いい態度だ。それでブルームをクビになった。うん、別に勝つ必要なかった。トビアス、止まれ。
すごいな、トビアス研究員だったんでしょ。身軽すぎない？吸引だったとか嘘でしょ、そんな。よし、よし。さて、欲しいのは一つだ。渡せば逃がしてやる。いやだ、絶対に見つかる。奴らとは違う。どうして信頼できる。撃って奪う方が楽だからだ。あ、答えになってない。そうか、あんたの思う奴らの仲間じゃない。この会話が知られることもない。あのバンカーには電気がない。奴らが止めた、わかるか。あそこは墓場と同じだ。ほうほう、なんとかできる。考えてみると最初からそうだった。墓場だ。あの場所と関わった人間は皆死にかけてる。いい、いいんだ。ほぼ安全だ、ここなら。ああ、トビアス、橋のリモコンをくれ。頼む。リモコンか、作ったな。ああ、ものづくりは得意だ。それはすごい。うん、渡してくれ。ああ、よし、いいさ、持ってけ。ありがとう。お好きなように。重いか。言っておくが、重くなる一方だぞ。巨大な陰謀が渦巻いておる。必要なものがあったら会いに。急に優しくなって、このおじちゃん。作ってやるから。ああ、頼む。すごいな、いきなり仲間になった。よくわかんないけど、なんであんな協力的になったんだ。へえ、作らなくても買えるようになりますよってことか。ここどこだよ。トビアスと同じ状況に陥ってもおかしくない。同じ連中に追われてる。今や俺も帰る場所がない。奴は薬か何かで興奮気味だったが、気をつけた方がいい。フィクサーに追われてる。奴らに見つかったらどんな目に遭わされるか。いや、ところでモーリスが自分から場所を吐いた。そこで何か見つけろってことらしい。答えが欲しければ奴の後をたどれだと。意味不明だが、何かわかるかもな。ああ、奴は理由を理解させようとしている。ご褒美でも与えとかないとな。なんだ、クッキーとかか。さあな、考えてみろ。モーリスさん、吐くっていうか、モーリスさんの、情報っていうか、その今までなんか伝言メッセージみたいなのがマップ上にあって、それをいろいろ取っていくことによって、そのモーリスさんがなぜこのエイデンの家族を襲ったのかがわかるみたいな感じの話ですね、多分これ。はい、というわけでこの辺で一旦切りたいと思います。ではまた。